こんにちは、フランス横山です。今日は全体的にまず一番目指すだろうこちらのお花の紹介からさせていただきます。コスモスですね。この秋を一番こう代表するお花の一つだと思うんですけれども、ピンクですとか赤ですとかちょっとこう白みの強いものいろんな、色のコスモスが混ざっております。すごい秋を感じさせてくれているなと思います。でこの上の方にそびえていますこの枝がですね、これは柳です。今まで何度かご紹介してきた中に柳とつくものの色を、柳類僕好きでよく使わせていただいているんですけども、これは純粋な柳ですね。調べでよく生えている柳なんですよ。これ今葉っぱをですね全部取った状態です。ですからイメージつきにくいと思うんですけども、でもこうこれはこれでしなやかで、シックな感じでこういう飾り方をしてもいいかなと思います。であと周りにですねこのちょっと赤みがかりました、紅葉をイメージしたようなこちらが雪柳になります。冬の終わりから春にかけては白い細かい花がここにたくさんつくんですけども、それをご覧いただくと見たことあるという方多いと思うんですけども、今この紅葉でちょっと色をこれ染めてるんですけども、イメージした、枝なので雪柳になります。今日あとは、ドラセナというこのよく私使わせていただきます。これはもうあえてちょっと色味でですね中心に、このコスモスに合わせて、どういったんでしょう、こう色を中心にとにかくグリーンで出すことによってコスモスを引き立たすために今日少しだけポイントで、入れさせていただきました。はい、今日はまさしく全体的に秋をイメージして